久げ秀和は、福岡県糸島市出身の実業家、映像作家、桑沢デザイン研究所プロダクトデザイン専攻学科を卒業、株式会社スーパー B 代表取締役、リグバット映像ディレクター、ルアーブランドエレメンツ代表、元プロ BMX ライダー、福岡県糸島市で生まれ、中学3年で BMX と出会い20歳でフランスパリに移住、 世界大会に出場など好成績を収め帰国。BMX ライダー引退後、クワサワデザイン研究所にて、プロダクトデザインを学ぶ。卒業後に起業し、建築 CG を受け負いながら、TV ドラマ、映画のカメラマンである弟の影響を受け映像の仕事を始める。コーヒー好き。バスフィッシングが趣味で、ルアーブランドエレメンツを創業。2012年に結婚。児の父。 DIGIT に所属。アメリカの BMX ブランド、クワマンバイクスのライダーとして活躍。イーストパックの契約スポンサー選手として活動。大会出場以外に BMX スクールなど開催。TBK 載し出演イベント式典2011年11月11日に、株式会社スーパー B を設立。建築 CG パースをメインに 3DCG 制作を受け負う。 2015年6月、総合的なビジュアライゼーション制作を行うブランド、リグバットを創業。リグバットの由来は、ジバ、タイム、インフォメーションを組み合わせた造語。映像制作を中心に 3DCG 制作などを受け負う。2016年、バインドとして、ルアーブランドを創業。2017年、エレメンツにブランド名を変更し、第1弾、ルアー。 ベイビンチ190を発表。2017年、ベイビンチ190が、グッドデザイン2017を受賞。ありがとうございます。